大丈夫です、うん、はい、ジングル挟みます。ジングル全然平気です涙し余裕です。いきますよ、いきますよ、涙しで応援いきますよ、はい、ミュージックシャワー、いい曲はずっといい。 DJ ルーディのお気に入りや隠れている素敵な曲をご紹介します。エピソード付きのリクエストも大歓迎ですよ。さあ今夜のミュージックシャワーはスペシャルバージョンでお届けします。2年前の今日14時46分あなたはどのように過ごしていましたか？僕は新宿にいました。駅前のビルのモニターに映し出された映像を多くの人たちと一緒に見上げていました。言葉にならない映像が流れて、その場にいた人たちは息を呑んで立ち尽くすだけでした。僕がもっと大変な思いをされた被災地の皆さんに思いを馳せるには数日かかりました。今夜お届けするこの歌は、仙台在住のシンガーソングライターレイクが震災の夜に仙台の空を見上げ感じた思いを綴った、人と人とのつながりの温かさを歌ったメッセージソングです。あなたに聴いてほしいと思います。レイク、この素晴らしき世界。お聴きいただいたのはレイクでこの素晴らしき世界でした。今夜のミュージックシャワーは後ほどもう一曲素敵な曲をご紹介したいと思いますのでお楽しみに。そこの木をちょっと見させていただいてもよろしいですか？あ、ごめんなさい。でも相手も選ぶでしょ。よしな、このコンシェルジュの人も。ごめんね、お嬢ちゃん。ただ単にガツガツ壊れするのがあるし、じゃあ多分ないと思う。場所がいない人は。人が来る人とかもあるんで、やっぱりゴミだ。すごい風にミーティングしてるのが全然、おい、おい、先、こっちこっち、変な感じですよね。だから笑ってた。ものすごい真面目な顔して3人とも今円盤とか出てね、円盤とかお前が赤ん坊だったのに夢を失った。これがそうなの？さっき、そうだっつってさっき、さっきボロレッチ来てた。どこ行っちゃったんですか？祈りながら植えたんだよ。キリさん、これ真空のメッセージ多分無理ですね。まあ、でも東京のセットなら必要だと思うね。これキリさん、なんかお話おしゃべりしてくださるんですよね、私と。どうも失礼しました。お嬢ちゃん、さようなら。さようなら。いい加減のさ、ミュージックシャワーも曲ちょっと早めにワンコーラスとかでスス張りしていけばいいかな。はい、どうも。さヤシナ、ね、消してほしい。もういいですよ。うん、汚れちゃった。なんてわがまま。大丈夫です、大丈夫です。ちょうどいい気温がありますから。ヤイバーちゃん、あっちからもこっちからも人がいっぱいやってくるよ。じゃあね、この昨日おとといのクリスタル女子会、結構新しい人たちが入ってくる。何が入るんでしたっけ？ユニクシャワーリコルーディだね。キリサまだちょっと一息ヒント。お子さんにまたルーディーさんです。犠牲になった方々の御霊を祈るために、やります。未来を切り拾うためついに、いや、やるつもりだったんですけど、命をやってくださったので。前もルーディーさん、ウニロボルーディーさん。はい、30秒。樹齢100年を越すものの中で桜に、私たちの…すごいいい写真撮る。ルーディさん、タイトルコールは入れますか？いらない、いる。ミュージックさんはタイトルコールしますか？ああ、いいです。しない、はい、もういきなり入っちゃいます。入ってます。はい、ミュージックシャワーの再登場でございます。僕は10年ほど前によく東北地方の各県を回って営業のお仕事をしていました。小学生の頃、大好きだった祖父と一緒に福島県会津若松に旅行に行きました。今、大好きなバスケットボール選手が仙台のチームでプレーをしています。そして昨
千葉ジェッツの試合会場で福島で被災した若者と再会して握手しました。被災地は僕にとってもあなたにとってもどこかでつながっています。福島出身のミュージシャンによるユニット猪苗代湖ズ、彼らの歌声が僕たちの心に響きます。福島だけでなく全ての人のふるさとに猪苗代湖ズ、 I love you and I need you 福島。今日さ、ジュディ、やっぱりこれ、お三人でやってると安心してんだね。うん、他の子上手。あ、そうですか。うん、でも先週の間っていうのはかなり聞いてる。ブログにも書いてる。反省してやんの。そりゃ、いいか言われりゃね。そうそう。でも、すぐできる。ね、ていうか、先週すごいスッて入った。間っていうのが。でも間が、なんか、でも間って。怖いね。うん、そう怖いし、やっぱこう待って言われてあーって思うけど、実際自分でどこがどうとかっていうのは分かんない。今日ね、今日読みいいよね。そうですか。全然違う選手。僕あの本屋でビートたけしの間抜けのなんか構造っていう本を立ち読みしてから来ましたけど。私じゃなくて。ちょっと言わなくていいの。言わなくて今みっちりなの多いでしょ。余計なことすいません、なんかもういつも一緒にいる。いやだよ、もうほんと注意さ、今そこまでね、そこ言わなければね、ほんとにいいのに思っちゃうね。じゃあちょっと帰りましょうかね、はい、今日ないの。いや、ここはもうこのまま、ね、もうフェードアウトしてワンコーラスで行こうじゃん。